韓国の最高裁が新日鉄住金に対し、戦時中の朝鮮半島出身者への損害賠償を命じた判決を受け、日本政府は原告らの古書、呼び名ですね、これを朝鮮半島出身労働者に統一しました。従来こうした労働者は旧民間人徴用工と総称していましたが、原告らは強制連行されていないことを明確にするためと言います。ジョネさんまずこのの韓国の最高裁がですね、新日鉄住金に対し 対して戦時中の朝鮮半島出身者への損害賠償、これを命じた判決、はい、どうご覧になってますか。出だらめですよ<ー>この。はい。 こんなデタラメが通るわけないでしょう。だって、1965年に、もう日韓基本条約とね、えーえー、その時にまあ結んだ請求権協定で全て解決した問題ですから、はいはい、それをこんな形で蒸し返すっていうのは、もう国際的な常識から考えてですね、まあ国際法の、はい、秩序から考えてですね、やってはいけないことですし、ありえないんです。はい、でどんなヘリクツをこねても、こんなもん通るわけないでしょう。で、これを支持してるやつは、もうスパイだと思いますよ。はっきり言いますけど、えー、こんなろく年もないロジック通ったら、もう世界的な秩序はどうなるんですかじゃ例えばインドがですね、えーえー、イギリスの植民地 被害に対するね、賠償請求して。うん ね。これ、イギリス払わなきゃいけないんですかじゃあ、日本もじゃあ、現行の時の、ね、九州地方が受けた損害の、損害賠償を要求しましょうかわけわかんないですよね。アホかという一言に尽きると思います。判決を受けて、河野外務大臣、6日、国際秩序への挑戦だと強く批判しました。これに対して、韓国のイ・ナギョン首相は7日、日本政府の指導者らの過激な発言を深く憂慮する。ふざけんなってますね。こんな過激な判決出してる方がおかしいでしょう。 ではないと主張して賢命じゃないのは君らです。と、韓国政府の反応、対応ですけれどもね、これね、あの思うに、あの日本側の反応が思ってるも厳しかったんで、かなり動揺してるんじゃないかと私は見ています、なぜ私がそう見るかというと、今回の判決については、ですねまいわゆる左巻きの人、左巻きという言い方、ちょっと失礼かもしれない、リベラルな人、あの左翼が。 えー、左翼であるってバレないようにリベラルっていうふうに偽装してるんじゃなくて、本当にリベラルな日本人は、この判決にすごい怒ってます。はいええ、本来だったらそんなに韓国のこととかもね、ええ、悪く言わないような人たち、今までだったら。ええええ、あの、そういう人たちも、これはあまりにもひれんじゃねえかっていう感じで、ええええ、その、いわゆる、まあ、ノンポリ層ですよね。はい、ノンポリ層でちょっとリベラル的な感覚を持った人を、完全に敵に増しちゃいましたね。ええ、これはないですよ。で、あの、両親のある左翼の方はですね、はい、これはやっぱまずいというふうに言ってる人もいますよね。ええええ はい。なんで、今回はですね、日本人がちょっとこの件で、まあ、ついに火がついてしまった可能性があると。まあ、これまでヤンフの問題とか、それから先ほどね、ニュースに出てきた BTS の問題とか、いろいろ出てきましたけど、こんなに激しく日本に対してヘイトスピーチ、まあ、ヘイト判決、こんな下すような国に対して、もう本当にこう、今までの甘い顔してていいのかと。はい で、当然、あの、韓国とは仲良くした方がいいと思いますよ。はい。ただ、それは、その、土下座して仲良くしてくださいっていうのが、やり方じゃないですからね。えー、手段をもっと考えてくださいと、はい、いうことなんで、えー、あの、自民党のですね、まあ、割と、あの、親中派、まあ、新官派の皆さんもですね、この辺はちょっと憂慮していただいて、はい、えー。あの、必ずしも仲良くしようということだけが、彼らと仲良くする手段じゃないよと。はい。 時には距離を置いてみたりとか、時には対立してみたりするのも彼らとの対話の方法なので、そこもしっかり考えてると。その手段を凍結したままでは彼らとは対話できないんですよ、残念ながら。それは何でかというと、韓国の国の歴史がそうだからです。はい。もうずっとあの、チャイナの属国を選択してここまで来てるわけですよね。で、中華皇帝というのも就任して最初の仕事というのは朝鮮半島征伐なんですよ。これに成功すると、えチャイナの統一王朝が長く続くんです。失敗すると隋みたいに滅びちゃうんです、早く。まあこれあの、関栄さんなんか本で書いてますけどね。なので、まあこれまでこう属国 としてですねずっとやってきたんで、こう、強い人がいると、どっちにつこうかなとか、うん、いわゆる時代主義ですよ。はい、こうずっとやってきた結果、まあ今回あれでしょう、チャイナはまあアメリカを捨ててチャイ、あ、ごめんなさい、韓国はアメリカを捨ててチャイナに走ったわけですよ。はい、このパククネからね。<ー>で、そこからその経済がちょっと調子いいもんで、もう日本なんかも俺たちは超えたと。うん、もうあの、中二病全開で。はい、で、日本を侮辱するキャンペーン、ブ日っていうのが始まったと、ね。あはい、まあそういうの,の延長線上でこういうことやってんでしょうね。<ー>はい、えーえー。今回のの判決を受け韓国では朝鮮半島出身労働者の支援団体が新たな集団 訴訟に向けた説明会を開催するなど、動いているということなんですね。うんはい、これまでに日本企業相手取った70件余りの集団訴訟を支援した対日抗争期強制動員被害者連合会、7日に説明会を開いて、100人近くが参加したということなんですね。となると、訴訟が、まあ、韓国の国内では拡大する可能性がまあないとは言えないいやもううめちゃくちゃゃくくででですねねねねここんんんなななののあ本当に、ね、で私がこんな厳しく言うかと。いうと、ねはい、韓韓国国人の皆さんに韓国 韓国国民の皆さんに聞いてほしいと思うんですよ。はい、こんなことやるのは、うん、韓国国民にとっては何のメリットもないですし、はい、韓国の国益にはなりません。はい、だからやめなさい、ということを言いたいんですよね。えーえー、これは、あの、今の政権がこういうことをやって、まあ人気取りをしたいんでしょうけど、うんえー、韓国自体のですね、もう将来的な国益を既存したあまりある、はい、非常に 非常にやってはいけないことだと思いますよ。韓国国民の皆さんは、そういう情緒に流されて、そういう政権を選んでるのかもしれませんけど、これは本当、由々しき問題だということをね、よく考えていただかなければいけないし、日本もね、絶対妥協しちゃだめです、こんなもん。こんなもんやりだしたら、もう、がないですよそうですね。国益どころか、国益を損なうという感じですね。国益を損なってるんですよ。韓国人、韓国国民にとっては、こんなもん、何のメリットもない話ですから、そこをよく考えてもらいたいなと思いますけどね。はい